内村遺跡一津内村遺跡は、秋田県仙北郡三里町線やあざな内村に所在する複合遺跡。縄文時代中期と平安時代を主治期とする集落遺跡。遺跡は水田に立地するが、扇状地の戦場部にあるため、周囲よりも標高が高く、砂力が卓越する地域であり、土工や石拾いを行うたびに土器類も伴い出していたことから、周知の遺跡として、 遺跡地図には搭載されていた。1980年の県営補助整備事業にかかるところから、それに先立って1978年に範囲確認調査と性格調査が行われた。記録保存のための発掘調査は、1980年に秋田県教育委員会によって行われた。調査の結果、縄文時代前期中央の遺物も出土したがその量は少なく、主として、 縄文時代中期と古代の遺跡であることが判明した。土器は大木重式土器を主体とし、炉は福式炉という東北地方南部に特徴的な遺構を伴っている。縄文時代中期は強うと思われる縦穴住居あと17棟、炉あと16期、土孔4期を検出した。縄文中期中央の土器も出土しており、わずかながら縄文時代前期中央の土器、また、 弥生土器も一点出土している。石器は石碑、石属、石槍、石水、草器などが出土している。住居跡の平面型はその多くが直径約5メートルの円形を停止、炉は石囲いで壁に近いところに作られた複式炉である。魔性縄文の施された深鉢型瓦原家が出土し、縄文時代中期末用の東北地方南部に 特徴的な大木重式土器が多数出土した。住居は3棟だけ計8メートルとやや大行である。縄文時代中期抜強の移行面の髪型より、平安時代の縦穴住居跡と3棟、土工10期、焦土移行10基を検出した。末期は少なく弾き主体であることから、一般集落として位置付けられる。縦穴住居は一辺4メートル程度の方形を呈する。恥機は、 月、皿、亀、パチ壺などの湿度が多い。底部が回転糸切り離しになっていることから、ろくろ仕様が裏付けられる。また、わずかではあるが当時としては高級品である、緑油陶器が出土している。なお、1978年の事前調査で同郷が出土している。平安時代中央から紅葉にかけての随花早朝、八両郷で依存状況は、 すこぶる良好である。古戦が出土している。戦火はすべて中国からのトライ戦で、その内訳は当戦1枚、総戦2枚、民戦1枚である。中世に使用されたものと考えられる。ありがとうございます。